賞味期、光る、さんまと絡み慣れ、芸人に痛烈批判、その席、譲れよ、無能どもが衝撃発言の真意とは、光る、さんまと絡み慣れ、している芸人を厳しく批判その席、他の人に譲れない、お前らみたいな才能不足の人たちが、YouTuber の光る、33歳が、自身の YouTube チャンネルで明石家さんま、69歳について語った動画を更新しました。特に、絡み慣れ、している芸人たちに対して厳しい言葉を投げかけました。光はテレビ番組でさんまさんに会えることが当たり前になっている芸人たちが、その貴重さを理解していないんですよ。さんまさんと仕事ができることがどれだけ素晴らしい経験か、気づいていないんです。彼らはそれを当たり前のように受け入れていて、その希少性を理解していないと述べました。さらに、私はそれを許せないんです。さんまさんと一緒に仕事ができるなんてすごいことなのに、と。私ならば何百万払ってでも会いたいと思うんです。彼らにはその席を譲ってほしいんですよ。お前らみたいな才能不足の人たちがとも語りました。この発言に対し、梶原はちょっと辛口だなと苦笑いしました。その他の関連ニュース。光る、超人気芸人の YOUTUBER リスに強い反論ダウンタウンになれなかったと言われても。YouTuber の光る、33歳が、自身の YouTube チャンネルで超人気芸人による YouTuber 批判についてコメントしました。4月に放送されたフジテレビ誌のつまみになる話で、千鳥の大我が YouTuber について息子が、おもろいねんって言うか、何組かのを見て、おもんない、こんなもん、笑うなって言うたことある。こんなもん、パパになれんかった奴らの集まりや、と発言したことが話題となりました。この発言に対し、光は俺からした。ダウンタウンになれなかったと言われても、何言ってんのってなるんですよ。俺もダウンタウンになりたいですよ。でも別に千鳥になりたいって思ってないから。すごいとは思いますけど、その上を抜けないなら、そこまででしょって思っちゃうんですよねと述べました。コメント。この人のことは全く知らないけれども、記事を見る限り、彼を見ているとなんだか哀れに思えてきますね。最近まで YOUTUBER が人気でしたが、最近の YOUTUBER のニュースは違う方向に進んでいるようで、彼らも無理して頑張っているように見えます。だからこそ、最初に言った通り、最近のこの人に対しては哀れな気持ちになってしまいます。お金で解決する発想は違うよね。さんまさんがギャラを飲むようなことは絶対にないし、もしもさんまさんがこの方と仕事をしたいと思ったら、さんま御殿やほんまでっかなどの番組でゲストとしてスタッフが呼んでくれると思うけど、そういうことがないか。さんまさんのスタッフもその方との化学反応や笑いが起きないと判断しているのだろうね。その方を呼ぶ価値もギャラを出す価値もないという判断なんだろうね。それほど絡みたいなら、自分でお金を出してテレビ局から番組枠を買って、さんまさんと絡む番組を作ればいいし、以前テレビで見たことがあるけれど、一般人っぽさが強い。この人の話し方や動き、表情はテレビ向きではなく、YouTube でやるべきだと思う。テレビに出る場合はアドリブができるのかな。自画自賛は加納秀隆さんのようなタイプでないと難しいかもしれない。一度光るを構造委員会に参加させてみたい。その見下している芸人と何が違うのか、一発でわかるだろう。さんまと絡むということの本質。超本気モードのお笑い怪獣さんまのまこっちょうが見られるあの番組で、テレビの世界を象徴する番組で、芸人が磨いてきた話術や、瞬時に返すリアクション力など、自分との違いがよくわかるだろう。テレビで下品な金銭トークや、乱暴な言葉遣いの人の話はあまり聞きたくないかな。さんまさんのすごいところは、人をバカにしたりしないところだと思います。尊敬するすごい人がいれば、その人の背中を追いたいですね。そして、長く成功している人は、どんなキャラクターでもテレビでは見えないところで努力していると思います。この人が有名になる前に、音声配信で何か言ったのか知らないけど、訪問販売で高額な固定電話にインターネット回線をつけた怪しい商品を高齢者に数十万、円で売りまくってトップセールスを記録したというような過去があるらしい。そのような過去が掘り返されることを恐れて、テレビ局側はたとえ光が何億円を出そうとも、CM 枠を売ったり番組に出演させたりしないだろう。どの番組のどんな状況を指しているのかわからないし、集中力に欠けて番組を終えてしまう芸人もいるだろうけれども、テレビ番組ではその日の主題や出演者がいて、必ずしも前に出ることが正しいとは限らないと思う。この人は引退すべきタイミングやチームプレーができるかどうか、そういったことができなさそうだ。光は動画ではマシンガントークだけど、生配信では全然話せないんだよね。
ツイキャスや YouTube でも同じで、イベントで MC をやっても存在感が薄いし、ゲーム実況も下手でつまらない。テレビに出ても全然話せてなくて、面白みがない印象しかないけど、YOUTUBER って正配信でその場の臨場感に応じて場を盛り上げるのが得意なイメージ。ただ、生配信に慣れてる配信者だとまた全然違うんだけどね。ヒカルの場合、常に上から目線でしかトークできない。セールストークは上手そうだけど、面白さとは別物だし。サンマさんと絡んでる芸人の座を譲ってもらったところで、サンマさんの負担が大きくなるだけだよね。サンマさんは叱る相手でもうまく笑いに持っていけるだろうけど、炎上マーケティング自体が古い手法のように感じますね。その手法を使って人気を得ようとするヒカルさんに好意を持っている層がどんな人たちなのかは知りませんが、私は好きではありません。いちいち記事にする必要はないのではないでしょうか。札束で人を挑発するような発言をしている人という印象しかない。お金がたくさんあれば生活は楽になるかもしれない。しかし、お金があるから何でも許されるわけではないと感じる。私はこの人のことをネットニュースでしか見たことがないけれど、彼の発言は面白いというのとはかけ離れている気がする。それでも、彼を面白いと思っている人は多いのかな。おそらく、さんまさんとの相性が技術不足だと思います。さんまさんは笑いに厳しい人だと思います。振りや間の使い方についても、芸人同士でも結構厳しい意見が出ています。ガヤがうまく機能して笑いになるのは、適切にリレーされるからです。人数が少なければ少ないほど、技量が試されるということです。ヒカルがテレビ出演を希望しても業界から無視され、たまにテレビに出てもあまり面白くないので、再度呼ばれることはありません。面白ければテレビ関係者たちは競って引き受けるはずです。テレビは常に次世代のスターを探していますが、それができれば、さんまさんにも会えるはずです。そうならないのは、そういうことなのでしょう。この人の YouTube を数回見たが、同じことばかり言っていて面白くないと感じた。語彙が乏しく、知性を感じない。ひな壇の芸人たちはいつ干されるかもしれないという意識で日々学んでいるのに、この人は違う。テレビ局が声をかけないのは、彼がテレビに出ても視聴者がつかないと分かっているからだろう。この人は YOUTUBER としてしか知られていないけれど、なぜ本職の芸人にテレビ業界について上から物申しするのか理解できない。お金持ちになれば何でもできると勘違いしているのかもしれない。芸人が起用されるのは面白いからであり、能力のない人がなぜ上から目線で参加するのか、その残念な状況に気づけないのも、周囲にイエスマンしかいないからかもしれない。ヒカルは大学生のお笑いサークル並みのレベルだと思うんだけど、尊敬していると言っているさんまさんが相手しないだろうし、面白ければ一度は呼ばれるはずだけど、それがないってことはヒカルがそのレベルに達していないということなんだろうよ。